私たちが構造士に長居していた間に大木様が軍を出したようですね。兵器神速というわけだな。今のラフが最も重視している問題は性格の災いを制御すること。軽減将軍が軍の指揮を大木に任せたのであれば、彼女が牧さんの結果を頼りに行動することも分かっていたはずだ。武器軍についていかなくてよかった。戦争と冒険は違うもん。死体があちこちに。うちこういうの苦手。ご冗談を。この程度大したことではありませんよ。数百年前、とある北条の司令が剣木を奪うために軍を率いてラフに攻め入ったことがありました。その戦争では半数の同点が崩れ、ほとんどの運気軍が殺されてしまった。このような過去は長命主たる我々にとっては歴史とすら呼べない。昨日の出来事と言っても過言ではありません。それに比べれば眼下の衝突など子供のままごとに過ぎませんよ。それちっとも慰めになってないんですけど。この一戦、大木は勝てたかどうか。うん、運気軍はあんまり倒れてないし、きっと青州が勝ったんだよ。いや、そうとは限らない。行軍が成功したのであれば、通常なら拠点や部隊を残して後処理の手配をするはずだ。しかしここには該当するものが見当たらない。周囲を調べてみよう。何か手がかりがあるかもしれない。気をつけてね。モンスターの生命力見て、あそこに人がいる。ここまだ生きてる人が。あら、運気軍じゃない。こんなところで何をしているの？ここは危険だわ。俺たちは将軍が派遣した援軍だ。すまないが、他の人たちがどこにいるのか教えてくれないか。短命主にまで助けを求めるなんて、軽減は本当に人手不足みたいね。早く逃げろ。こいつは薬王秘伝の人間だ。うるさいわね。その体が治ればお前も薬王秘伝の一員だというのに。奴らを逃がさないで。いい子だからできるでしょ。私をたバトル体験を買う2倍速ってこんなもん。こちらがまだ立ち上がりますか。ご注射。勇気を出さなきゃ。殲滅開始。どうせ刹那に消え去る命だというのに、なぜ自分から死への道を歩もうとするの。ガツンと来るやつか。手の施しようがないわね。敵データ収集。捕獲マーク起動。愉快な反撃の時間です。おやすみ。隠れろ。クラールから離れる。クラーラもみんなを守りたい。デスバローグ。デレシコ。デレシコ。元気か。大丈夫。クラールから離れる。支援開始いたします。まだ立ち上がりますか。ありがとう。忘れません。バトル体験を改善しない。ふん、2倍速ってこんなもん。怖くない。
殲滅開始。兵器が大丈夫、クラーラから離れる。クラーラもみんなを守りましょう。私を楽しませてくれ。エレシコ、敵ターゲットを確認。エレシコ、全州に来た理由は何？証明を求めるため持ちよ。人間の顔を見るまでもないわ。薬王秘伝がその願いを叶えてあげる。支援開始いたします。おや、敵データ収捕獲マーク起動。愉快な反撃の時間です。手の施しようがないわね。お薬の時間よ。アイスヒーリング、隠れろ。来た。リポップした。バトル体験を改善し、2倍速ってこんなもん。早く逃げて。クラーラから離れろ。勇気を出さなきゃ。魔法の気持ちよ、気にしないで。ありがとうクラーラ、忘れません。クラーラもみんなを守りたい。私を楽しませてくれる？大丈夫。お薬の時間よ。ナイスヒーリング。エレシコ、兵器か。大丈夫、クラーラから離れる。怖くない。殲滅開始。転化させられた。もうすぐ早くここを離れろ。大木の人間なら この先に。行こう。これまで潜伏していた薬王秘伝が姿と現すとは。大木様はこのことも見通していたのでしょうか。薬王秘伝は儒家の王薬師を信仰する泉州の大敵。同盟は数千年もの間この組織の壊滅を目指してきました。バトル体験を改善しないと。ふん、2倍速ってこんなもん。ガツンと来るやつで行こう。お薬の時間よ。ナイスヒーリング。おっおっと、クラーラから離れろ。隠れろ。魔法の気持ちよ、気にしないで。ありがとうクラーラ、忘れません。クラーラもみんなを守りたい。大丈夫。お薬の時間よ。ありがとう。勇気を出さなきゃ。クラーラ、忘れません。見事な手術だったわね。何者だ？
雷を明かせ。待て、お前たちは。失礼しました。外は危険ですので、どうぞ中へお入りください。うちらのことを知ってるの？将軍様が招かれた客人ですよね。大木様が皆さんの来訪を占い、ここで待つようにと指示を出されたんです。はい、大木様はここに軍を駐留させた後、石膏を連れて前方へ向かわれました。長年影を潜めていた薬王秘伝が現れたと聞いて、みんなビクビクしていたところでして、皆さんを迎えられてよかった。皆さんが来なければ運気軍も進軍しないと大木様がおっしゃっていましたので、大木様が戻られるまでどうか陣内でお待ちください。運気軍が駐留したまま進軍しないとは、どうやら楽観視できる状況ではないようだ。薬王秘伝、この名前は聞いたことがある。泉州の内部に潜んで同盟の転覆を目論む北条の勢力だったと記憶しているが、性格は確かに北条と関連する異像を引き起こした。まさか薬王秘伝はそれで偽装を諦めたのか。いや、運気軍の主力は少しも被害を受けていない。おそらく俺たちの知らないところで何かが起きているのだろう。大木がいないのなら仕方ない。拠点内の運気軍に話を聞いてみよう。では恩人様たちは拠点を見て回ってみてください。私は少し休ませていただきます。手短に頼む。戦況が逼迫していて雑談に気を取られている場合ではないんだ。大木様の軍令により我々は数時間前にここを攻略した。最初は全てが順調だった。薬王秘伝の変人たちも、奴らが操っていた異獣も俺たちの敵ではなかった。しかししばらくすると、薬王秘伝め、一体どんな妖術を使ったんだ。先週人は魔音の実を人前にさらすことを意味嫌っている。何しろ魔音の実とは人の実であることを諦め、長命の地に潜む忌み者に敗北したという意味であり、帝宮の教えにも背くことになるからな。薬王秘伝の所業は同盟の民たちが最も厭う卑劣な行為だ。帝宮に誓って必ず同胞たちの敵を討ってみせる。話が聞きたい。いいけど、そばで傍聴させてもらうよ。ここでの会話は供述書に記録することになっているんだ。やっと話し相手ができた。堅苦しい運気君が相手だとつまらなくてな。あの光る種のことか。それなら見たことがある。とても綺麗だった。中を見ていると声が聞こえてくるんだ。ねえ、カカリアのこと覚えてる？あれで剣木を蘇らせると海主が言った時は
信じられなかったが、何しろあんなに多くの努力を重ね、断命種が何度も代替わりするほどの時間を費やしたのに、ちっとも蘇る気概を見せなかった剣木だ。だがこれではっきりした。アイオンの力のみが神の御業を再現できる。そう、その通りだ。偉大なる役を北条よ。ああ、お前も見たのか、剣木が蘇る様の。なんと神々しいことか。長命主さえ思い出せない神下ろしの時代、薬王北条は剣木をラフに授けた。この神木の力によって人類は数えきれないほどの奇跡を成し遂げたのだ。即上も木務官も自在王神も。それなのに恨めしい要求が全てを台無しにした。真実を隠蔽して薬王の功績を無に返したのだ。しかし時期に我々は神下ろしの時代の繁華に戻ることができる。俺たちと共に戦っていた移住を見ただろう。あれは剣木のささやかな恩恵に過ぎない。もう口を閉じろ、ザレ事ばかり言うドブネズミが。お前たちを待つのは運気軍の審判のみだ。何をしたかって、同胞たちを直してやったまでだ。貧弱な血肉に囚われてさぞ苦しんでいたことだろう。こいつ今すぐ切り伏せてやりたい。ああ、お前たちにはわからない、短命種にはわからないさ。魔恩の実、あれは薬王が授けた第二の命だ。画集を消し去り戦隊をなせ、自由自在の命を実現するのだ。お前の目に力への渇望を見たぞ。人生は苦しく短い、そうだろう。俺がお前を、お前を。こいつの光源に惑わされるなよ。からかっただけじゃないか、お偉いさん。北条の祝福がなければ短命種は変化に耐えられない。大木様、お戻りになられたのですね。お前たち待たせたわね。薬王秘伝が何を企んでいるのか分かったわ。ただの社交辞令に決まっているでしょ。牧さんの結果を見ればそれほど待っていないことは明らかだもの。戦況が思わしくないにもかかわらず自ら先頭に立ち敵情を視察する君の度胸、感服した。褒めても何も出ないわよ。元より牧さんは牧者が自ら得た情報で演算してこそ正しい結果に近づくのだから。待ちなさい。今戦況が思わしくないと言った。薬王秘伝が長年の歳月をかけて計画を企て思わぬ手段を講じてきたのは間違いないけれど、劣勢を強いられているわけではないわ。勘違いしないで。気が利くじゃない。おお、大木との付き合いが長くなってきたおかげでこっちも未来を予知できるようになってる。それで今回は何をさせるつもりなの？
まさか先頭に立たせて運気軍と一緒に敵陣に突撃させるとか。行かない行かない、うち戦場で酔っちゃうタイプだから。はあ、誰も戦場に行けなんて言ってないでしょ。あれ違った。将軍が言ったように、お前たちは縁に導かれてやってきた騎兵。運気軍の強行はいわば成功法。木を照らうのはこれからよ。さあこちらへ。剣木を賜った後、探偵士はラフで最も重要な師となった。何しろ全ての先囚人を長命手に変えたのも。でも探士たちが現状に満足することはなく、やがて命をもてあそぶようになった。剣木の剣気行商に見るは夢の中の夢、変化は心外心に集いて散る。お前たち、あれが見える？大きな炭炉ですね。もくもくと煙が立ち上っています。あれは古の時代、炭士たちが先導を極めた場所。あそこで炭炉を築き上げ、剣木の力を吸い取り、奇想を現実のものにした。炉の煙が絶えないことから文化シフと呼ばれているが、風情のある名前に聞こえるけれど、あそこは兵法上の死地。炭炉が消え、運河がなくならない以上、近づくこともできない。あれが運気軍が魔音に落ちた原因なのか。いかにも。薬王秘伝は、各動天を漂う煙の中に魔音の実を誘発させる炭薬を仕込んだの。煙を散らさない限り、運気軍は戦わずして負けることになる。自分の隣にいる仲間がいつ魔音の実に落ちるかわからない。軍の士気を下げるのに疑心暗鬼は最高の手段でしょ。運気軍を進軍させたように見せかけ、相手の注意を引き、俺たちは炭炉に向かい煙を止める。そういう算段か。ええ、100年も潜伏していた薬王秘伝が姿を現したのは、自分たちに勝算があると踏んだからでしょう。でも何を企んでいるにしろ、奴らが想定した相手は運気軍であり、お前たちではない。つまりお前たちに対しては何の備えもないということ。ないと考えているわ。あの煙は運気軍のためだけに用意された切り札だもの。剣木はラフの禁忌、先秋同盟ははるか昔から独立しているから、薬王秘伝の連中も将軍が外部に援軍を求めるとは考えないでしょう。それなら当然短命種に対抗する策も用意していないはずよ。軽減将軍の言う騎兵とはこういうことだったのか。暴言を言うつもりはないけれど、正確ハンターの予言の方が私の牧算より正確であることは間違いないわ。カフカが求める未来が一つ一つ現実になっている。私も他人の言いなりになりたくはないわ。でも人は運命の道を一人で歩んでいるわけではないし、あらゆる束縛を受けることも避けられない。人々の選択は己を作り上げるだけでなく、共に歩む人たちの背中を押しているものなの。大木の職務は基地を追い今日を避けること。私は自分の選択で
ラフを最悪の未来に向かわせたくはない。話がそれてしまったけれど、要するに何の影響も受けずに探路を消すことはお前たちにしかできないの。どう？やってくれるかしら？分かった。今回はお願いがなかったけど、うちらにしかできないことだもんね。あんたも幼児ちゃんもそう思うでしょ？煙が消えたらすぐに駆けつけると約束する。決してお前たちを孤軍奮闘させたりしないわ。はあ、なんかさ、長命種は長く生きられるけど、悩んだり苦しんだりするところはうちら短命種と変わらないんだね。待って、テウ、もう暖炉の近くなのになんでまだ帰らないの？ご心配なさらずとも、私なら大事ありません。それに将軍様に。煙が薄くなった気がする。いや、まだだ。さ、気を急ごう。輪をもって尊しとなす諸悪退散。天の鎮気をもって一心同期。へえ、リポップした。ガツンと来るやつで行こう。お注射の時間よ。勇気を出さなきゃ。ガラモ、みんなを守りたい。隠れろ。一気に片付けましょう。兵器か。大丈夫。ベーシコ、ベーシコ。回れですね。はっ、兵器か。大丈夫。ベーシコ、皆さんのお役に立てたかな。何も。輪をもって尊しとなす諸悪退散。ガツンと来るやつで行こう。手の施しようがないわね。おやすみ。危険室隠れろ。ガールから離れる。ガツンと来るやつで行こう。マニ、ほんの気持ちよ。気にしないで。急がば回れですね。ありがとう。お注射の時間よ。お薬の時間よ。体験を改善しないと。
2倍速ってこんなもん。クララもみんなを守り助けてスバローグ。天の鎮気を持って一心同期。兵器か。大丈夫。一気に片付けましょう。諸悪退散。ガツンと来るやつで行こう。悪い子ね。危険指数低下。隠れろ。必要がないわね。おやすみ。危険指数低下。殲滅開始。ガールから離れろ。ほんの気持ちよ。気にしないで。大丈夫。ガールから離れろ。私を楽しませてくれる？バトル体験を改善。ふん、2倍速ってこんなもん。お注射の時間よ。隠れろ。皆さんのお役に立てたかな。よし、これで任務完了。炭炉が消えてしまった。問題ありません。来るべきものが訪れたまで。お前だったの、タンス。お会いできて光栄です、大木様。あまり驚いていらっしゃらないようですね。ふん、薬王秘伝が探偵誌に隠れていることは将軍も私も知っていたわ。ただ確たる証拠がなければ六氏を審判することはできないから、お前自ら飛び出してくるのを待っていただけ。ちょうどよかったかもしれないわね。性格の邪推を泉州に引き入れ、剣木をよみがえらせた上、人々を魔音の身に貶めた。これらの大罪すべて獣王氏に清算してもらいましょう。大罪、私が罪を犯したというのなら泉州の祖先たちも大罪人ではありませんか。北条の賜物を受け子孫たちを長命主にしたのは彼らなのだから。薬王秘伝はただ彼らが歩んできた道をたどり、さらなる調達を求めたにすぎません。それに何の罪があるというのでしょう。その時剣木の根は泉州羅布を包み込み、まるで生きているかのようでした。我々は政界において他の追随を許さない存在になった。すべての人々が得道して仙人となり、自由自在に変化することができたのです。北条の賜物が九層の泉州に降臨する、なんと輝かしい時代だったことか。それに比べて今の泉州のありさまを見てください。要求に惑わされ、北条の民によって幾度も途端の苦しみを味わってきました。その上獣王氏には長命を諦めることを強要されている。ああ、嘆かわしい。無知を責めるつもりはありません。私たちは剣木が誕生した時代に生まれ、
その奇跡を見届けたわけではありませんから。しかしまだ機会がある。今から個性を取り戻して。どんなご考説を持ち出すのかと思えば、力を求めるだの何だのとありきたりな言葉ばかりじゃない。先週の祖先たちが帝宮と共に戦い、獣王子を設立して生死を定めたのは、再び人間として生きようとしたからよ。仙人、仙州に仙人などいない。北条の御業も生死を操ることも、お前たちのしていることは人ならざる外道の所業に過ぎないわ。お話になりませんね、大木様。あなた様は選択をなさった。力を諦めるという選択を。そしてそれはとても愚かな選択であると言わざるを得ません。神器を持って媚び一心同期、カツンと来るやつでいこう。悪い子ね。お薬の時間よ。ハイスピーディング。ほんの気持ちよ、気にしないで。ありがとう。隠れろ。一気に片付けましょう。バトル体験を改善しない。2倍速ってこんなもん。お薬の時間よ。ありがとう。ほんの気持ちよ、気にしないで。ありがとう、クラーラ。忘れません。へえ、リポップした。ガツンと来るやつでいこう。バトル体験を改善。2倍速ってこんなもん。お注射の時、お休み。ガールから離れる。クララも、みんなを守るぞ。怖くない。殲滅開始。悪い子ね。たまには真面目。うちのとっておきを食らえ。
隠れろ。一気に片付けましょう。逃がさない。うちなかなかやるじゃん。お注射の時間よ。お休み。殲滅開始。悪い子たまには真面目にうちのとっておきを食らえ。危険室隠れろ。お注射だらな。お休み。大丈夫。殴ったね。怖くない。殲滅開始。ベレシコ。逃がさない。お薬の時間よ。ガールから離れろ。ま、ほんの気持ちよ。気にしないで。ありがとう、クラーラ。忘れません。私の壊滅の美学に背いてしまうではありませんか、虫けらが。選手を内部から解体するには他の手を考えなければならないようですね。わあ、残念。
もっと観察したかったのに。王子の恩恵を受けたんですもの。壊滅の祝福に耐えられるの。どうするんだろう。本人の皆さん、改めて自己紹介させてもらう。
り、今までうちらと一緒に行動してたテウンはレギオンの人間だったってこと？さっきテウンの体から出た炎は何？テウンの体は、あの子の体はどこに行っちゃったの？幼児ちゃん、幼児ちゃんなら何か知らない？さっきは何が起こったの？あの炎は絶滅大君元老を自称した。この名前は以前他の七死人から聞いたことがある。彼女はナヌークの機関にして七大君の一人、凡人の自滅に執着していて、多くの生命が彼女に誘われ未来永劫の深淵に落ちていった。それはつまり、あの天白氏の娘は元老に惑わされてレギオンの手先になったということ？いや、それはわからない。元老は精神と物質双方の壊滅を、心の崩壊による肉体の滅亡を好んでいる。だがテイウンさんの言動は惑わされたり操られたりしているようには見えなかった。もしあれが本物のテイウンさんでないとすれば、元老が化けていた可能性が高い。すまない、なのか。まだはっきりとしたことは言えない。本物のテイウンさんがどこにいるのか、いつすり替わったのか、あの体が消えてしまった以上、俺たちに調べる術はないんだ。これはあくまで個人的な推測と希望だが、もしあれがテイウンさんだとしたら、わざわざ元老が証拠を破壊する理由がない。泣き殻を敵の前に投げ捨てた方が彼女の壊滅の美学にふさわしいからな。そう考えると、俺たちの混乱と猜疑心を煽り、自分の毒策にはまるよう仕向けることこそ元老の真の目的なのかもしれない。なるほど。薬王秘伝が反乱を起こしたのもレギオンのタイ君と裏で手を組んでいたからなのね。奴は先週人の姿に化けて性格をラフに持ち込み、私たちを自滅させようとした。奴の狙いは剣木に違いないわ。剣木に手を加えることはラフの根源を奪うようなもの。そうすれば容易に先週を覆滅できるでしょうね。もう時間がない。急いで奴を止めるわよ。精査に乗ってすぐ前に見えるのが剣木を封印している道天林縁橋よ。さあ出発しましょう。先週人の姿に化けて私たち何より心で間違いなさそう。途中で途切れ途切れの命令が届いたけど、運気軍をここに集結させるっていう内容だった。きっと性格の問題を解決するためだろうね。ここまで来てついに運気軍の影が見えてきた。ようやくタイに戻れるね。私は嘘をついてなかったでしょ。安全な場所に案内するって言った以上、絶対に案内してみせる。ちょっと遠回りしたけど。聖査会に行く前にとある牧者に今回の旅の運勢を占ってもらったんだ。彼はこう言っていた。従うのみ。行く先を気にせず流れに身を任せれば得るものがあるとね。え？どういう意味？つまり
お嬢さんに礼を言っているんだよ。あ、そう。じゃあ私は長官のところに報告に行ってくるね。あんたたちはこの辺りを見て回ってなよ。でも後で運気軍が護送に来るから、あんまり遠くには行かないように。縁があったらまた会おう。一向に通信がつながらない。運気軍は性格のために兵力を集めているようだが、カフカが俺たちをおびき寄せた理由は何だ？あいつらは、ジンは今どうなっている？時間を無駄にしすぎた。情報が必要だ。仲間たちと合流しなければならない。ここまで世話になった。大秋もこの間。この耐震艇は我ら寿命族の運輪の術で駆動しています。都会の水を飲み、クジラが虹を吸い込むように丹薬を練り上げているのです。その全てに運輪の術がかけられております。さあ若様、御身で感じてみてください。世はからくりに頼らずとも水を操れる。感じたところで何の意味があるというのだ。若様は選ばれし者、資質で言えば当然秀逸だと言えるでしょう。しかし運輪の術は基本となるもの。寿命族の深淵、過去の影はまだ消えていないのか。本気よく、いや、もう俺には関係のないことだ。すまないが、ここにとどまるわけにはいかない。すでに俺の仲間たちがここを離れた。早く彼らに追いつかなければならないんだ。あなた様は相変わらず害を通されるのですね。私どもの話を聞こうともせずに、まるであの時と同じように。かしこまりました。林営協への船は岸辺にありますので、そちらにお乗りください。
たの。ええ、時間通りね。あの感情が湧き上がってくるのを感じるぞ、カフカ。そうだ、この感覚だ。それなら解き放ちましょう、魔音の実を。よく来たな。今こそ代価を支払う時だ。姿を変えれば逃げられると思ったか。逃がさんぞ。お前にもその女にも何度も言ったはずだ。俺は炭鉱だと。炭鉱はお前たちの過去と何の関係もない。炭鉱。見た目を変え、身分を変えれば過去の罪をなかったことにできると思ったら大間違いだ。貴様はまだ死を経験していない。あの苦痛を味わわせてやろう、炭鉱。貴様に死の苦痛をな。それはダメだよ。君は今日ここで誰も殺せない。指名手配犯、君には僕と一緒に来てもらう。軽減についている小僧、奴は時期の見極め方を教えなかったよ。ねえ、君は離れた方がいいよ。もし戦いに巻き込まれたら。君の顔、どこかで見たことがあるような。気をつけろ。無駄だ。その正体を表せ。やめろ。よくも。小僧、教えてやる。そこにいるのは銃の悪逆を犯すし、戦士を裏切り大乱を起こし、衛星に追放する寿命の竜族陰月君だ。戦州に潜り込んだのがハンターだけだと思ったか。ならばどちらも捕らえて将軍に裁いてもらうまで。その悪名は聞いたことがあるよ、陰月君。まさか性格ハンターだけでなく重罪人が一人戦州に潜り込んでいると。騒ぎを起こすつもりはない。先週に来たのは友人の安否を確認するためだ。前回は優秀国に入ってから聞かせてもらおうか。ならばどいてもらうぞ。いいぞ、こうでなくてはな。陰月、友人との再会はもう叶わない。奴らも今頃苦戦しているだろう。黙れ、君も行かせはしない。いいだろう、ならもう少し盛り上げようじゃん。ええ、そうしましょう。ギーテ、ジンちゃん、束縛を解くのね。行けぞ。
出せる。無事などもめ終わらせなければ。こいだ。確かに二人とも手強いね。となるとこの技で足止めするしかないかな。その剣。見覚えない。あの女に襲わせたか。貴様には死んでも。これ以上時間を取られるわけだ。ことを荒立てるのは本意ではない。他に方法がないようです。期待に応えられなく。みんな聞いて、もうやめなさい。どうジンちゃん、満足した？何をした？これから登場する御仁を迎えるためのちょっとした準備ってところかしら。ラフの将軍様の前でジンちゃんや君たちが笑い草になったら困るもの。二人が久々に帰ってきたというのに、何とも気まずい場面になっているようだ。旧友を懐かしく思うのであれば、もっと早く知らせてくれてもよかったんじゃないか。俺のやるべきことはもう終わった。ああ、そうだろうとも。君たちは以前、泉州を助けてくれた。わずかな助力だったとはいえ感謝しているんだ。この者を連れて行く。今回は見なかったことにしよう。将軍、僕は今はそんなことを言っている場合ではない。久しぶりだな、古き友よ。俺は彼じゃない。ああ、すまない。まだ行かせるわけにはいかない。列車の友人たちが人間橋で君を待っているんだ。私と一緒に彼らに会いに行こう。月照らす湖海、妙境に勝る。林縁橋の景色は以前見た時と変わらないという。再びここに立つ君と私はもう違う。たとえ肉体が滅びぬ長命種だとしても、天地の普遍と並ぶことはできないか。将軍は寿命族の輪廻転生を知っているはずだ。湖海の水はすでに丹風の罪を洗い流している。かつて将軍とここに立った者はもういない。俺の名は丹光だ。
の丹風が英雄だろうと、トガ人だろうと、俺とは関係ない。俺はもう彼の刑罰を受け、永遠の追放を受けた。これに対して文句を言うつもりはない。ただ、将軍には過去の残影を捨ててみてほしい。昔のことを語ると、濁った水をかき混ぜるかのように不快感が蘇ってくるよ。おそらく君のその見た目が、竜の角が、竜尊の気質が、二人の姿を結びつけているのだろうね。だから言って。ああ、聞こえているよ。聞こえてはいるが、それが何だというんだよ。たった一言や二言で周りの態度を変えられるのであれば、この世に紛争は起きない。丹風として見ないでほしいと言ったか。いいだろう。だがその代わり、あることをやってもらいたい。丹風として最後に一度手を貸してほしい。それが終わったら彼の死を認め、君への追放令も撤回しよう。約束だ。その後、少なくともラフでは君は誰の影でもなくなる。丹風にできたことが俺にもできるとは限らない。できないなら約束はなしだね。君の前世を恨め、彼があんな馬鹿げたことをしなかったら、ケリューの力が完全に残っていたら、こうして君に迫る必要もなかったというのに、再びここに立つ君と私は違っていると、私はさっきそう言ったね。丹風はいなくなり、丹光だけが残っている。私も今はただのラフ将軍でしかない。やらざるを得ないことがあるのだよ。明るい話題に変えよう。君が列車で作った友人たちが今近くにいるのだが、彼らに会いたいと思わないかい？彼女に、ミツキやベルトさんが、あいつらをここに連れてきたのか？ああ、この先の剣竜太夫殿で待っているよ。行こう。君の友人たちが待っている。王将の忌み物を警戒し、性格ハンターを警戒し、薬王秘伝を警戒してきたが、まさか暗部室レギオンだったとは。巡視の最中に下道どもと戦うことになるか。この一戦を経た後、ラフの存亡に関わらず、同盟はレギオンを不遇大天の敵とみなすだろう。これまでレギオンが同盟にちょっかいを出すことはなかった。情報によると、狂った戦争機会が集まる軍団だとか。油断したよ。七体君それぞれが鮮やかな個性を持つとはね。これは参った。大君、元老は物事を内部から崩壊させるのを好んでいる。だから性格の災いを計画し、薬王秘伝を水面に出させた。だが今やその陰謀は暴かれ、彼女は自ら舞台に立つしかない。いや違う、これは彼女の壊滅美学に背いているな。きっとまだ気づいていない何かがあるはずだ。知っているかい？丹風が犯した罪に対して
獣王氏は君を滅するべきだと強く主張したんだよ。そして寿命族の方は半々ケリューの伝承が半分しか完成していなかったからね。寿命族の長老は君を憎んでいたが殺す勇気はなかったんだ。獣王氏と天白氏が納得するよう圧力をかけ、彼らはタンフーに脱輪の術を強制的に執行した。だが彼らはその途中である瑕疵を残した。長老は獣王氏の目をごまかせると思ったのだろうが、岩の物言う世の中だ。おお、君の友人たちがレギオンの連中と戦っているね。急ぐぞ。この力が騒いでいる。この機会を逃さないで。機を逃してはならない陛下、慈悲なし。うちの出番。この力が騒いでいる。この機会を逃さないで。陛下に慈悲なし。いや、うち、なくなる。火か落葉の世に天候の花。この機会を逃さないで。天候の荒波、さあ、飲む。始めようか。泣いてよ、ここへ。立ち、切る。たまにはまずうちのとっておきを食らえ。ルールは破るためにある。うちの出番。つもりはなかった。天候の後この機会を逃さないで。機を逃してはならない。陛下に慈悲なし。ついてないね。この力が騒い天候の後。さあ飲め。即戦即決で行こう。私に続け。泣いてよ、ここへ。やっと来ましたか。すまないすまない、ご苦労だったフゲン殿。新作譜の先方はもう読んである。元老の計画については。剣木です。一番の異様はあそこにあります。絶滅大君である元老が用いる手段は物事を内部から自戒させるものだと聞きます。きっと奴は剣木を操って儒家の力をまき散らそうとしているに違いありません。ラフを不死の忌み物が横行する地獄にしようと企んでいるのでしょう。うん、状況は大方把握した。列車の諸君、喜んでくれると思いある人物を連れてきた。ぜひ会ってくれ。話すと長くなる。だが俺で間違いない。じゃあつまり本当に何らか
たの力を隠してたってこと？さて、雑談はここまでにしよう。列車がラフに着いた時、君たちは性格の問題を処理するためだと言っていたね。だが、あの時の私は性格ハンターに別の企みがあるのを恐れ、君たちの提案に乗らなかった。結局、性格ハンターが何かを企んでいたのは事実だ。しかし、その企みは諸君をここへ誘導し、わざと事態を拡大させて泉州と列車を協力させることであった。今では諸君の誠意を疑う余地もない。シャイの言葉では足りないほど感謝している。もしこれ以上何かを望めば厚かましいと言われるだろう。だが普賢殿が言った通り、元老の登場で事態は制御不可能な状態に陥った。ラフの将軍としてやむを得ず炭鉱殿の力をお借りしたい。どうか諸君にも全面的にご協力いただけないだろうか。ラフの危機が性格と関係あろうがあるまいが、座視するつもりはない。だがこれは俺自身の意思だ。請求列車を代弁することはできない。探索、理解、構築、連携、列車組が全うする開拓の心情はこの4つのワードだ。しかし旅は険しく、これらを貫き通すのは極めて難しい。恐怖、基地、敵、死、これら旅の困難を乗り越えて歩んでいける七死人はごく少数だろう。前に進むにせよ、離れるにせよ、七死人の目的地は自分自身で決めるべきだ。列車が次の目的地を決めるときに投じた一票みたいにな。炭鉱、あんたはどうする気？ありがとう、炭鉱殿。俺は七死人としてここに立っているわけではない。これまでの道のりも一人振り回され、とても自由とは言えなかった。だが寿命の末裔として俺はラフへの責任を全うしよう。よし、みんな最初に来た時と変わらず正義が何なのかを理解してるみたいだね。じゃあこれからどうすればいいの、将軍？妙案はない。これは一種の賭けだ。寿命族の長老がかけた中途半端な脱輪の術と、炭鉱殿が劉村の記憶を取り戻すことにかけるしかないだろう。劉村？剣木が定休の使命に切り分かたれても、儒家の王の呪いはかすかに残っていた。だからラフは不朽の末裔の力を借りて剣木の残骸を封印したんだ。そして制御することに成功した。古代劉村の指示のもと、寿命族は古海の水を引き、林縁郷を水没させて剣木を収める容器にした。その創去と犠牲を記念するために泉州同盟は林縁郷で源流大雨の火を立て、寿命の像を残したんだ。この彫像なんだか炭鉱に似てるね。もしかしてこれ炭鉱の兄弟だったりして。少し似ているだけだよ。これは随分と昔の出来事だからね。強いて言えば歴代の劉村は皆外見が似ているんだ。今の代を除いてね。現在の劉村はただ襲名しただけの子供で、
力を完全に受け継いだわけではない。タンコウ殿は知っているだろうか。タンフーが亡くなり、ラフの寿命族にはもうこのことができる者はいない。かつて剣木を守っていた君ならば、私たちのために剣木へ至る道を開けるはずだ。すべて君に託したよ。水の底にこれほどの建物が。寿命族の竜宮が林縁郷にあったと古書に記されていたけど、こういうことだったのね。出庫の乱が起きていた時、私は幸運にもこの奇景を自分の目で見ることができた。今は総会の変を経て宮殿は廃墟と化している。寿命族の聖地で剣木を封印したことについて、ラフは彼らに大きな借りを作った。フゲン殿。はい。ここに残って運気軍を率いて道を守ってくれ。他の邪魔が入らないようにしてほしい。ケーゲン、将軍はお一人で元老に立ち向かうおつもりですか？一人ではない。友人たちが同行しているではないか。将軍様、我々も将軍様にお供します。我々も連れて行ってください。そうです、将軍様。あまり力になれないかもしれませんが、運気軍にとって戦士を守るのは役命です。それを異教の旅人に任せてその背後に隠れているなどできません。どうか我々に先陣をお任せください。皆の気持ちはよく分かった。だがこの先にいるのは北条の忌み者ではない、半物質レギオンの絶滅大群だ。この道を通れば帝宮と人滅の対決となる。それよりも君たちにはもっと重要な役目があるんだ。運気軍よ、聞け。私が剣木に入り、海が元の姿に戻ったら即座に撤退し洞天を封鎖せよ。その後は大木の指示に全て従え。はっ。フゲン殿、もし私が帰ってこなかったら事の顛末を整理して他の選手に報告してほしい。帰って自分でやりなさいなどとは申しません。その命しかと受けたまわりました。少しだけ将軍に見えてきたよ。